今って多分ね、好きなもの、何でもそうだけど、好きなものだけを選択することでもって、でき自ちゃ分うのか。周りが全部ああああ消えてくるんですよ。嫌いなものを全部排除できる。だから、なんかもブロックしすぎちゃうと、で結す局自ね。分の仲間しかいなくなっちゃうじゃないですか。ああ。だから、それで自分の周りの環境が完結できてるっていうふうに思っちゃってるのがすごく多いみたいで。ああ。インターネットは相当世界を広くしたはずなのに、なぜかインターネットを使ってるのに、狭くなってしまってることが起きてるって話は、ちょっとね、放送前も話してましたもんね、ああ、そそうなんのだ。話ね。ああ。なんかでも個人の軸で考えても、10代の頃に好きだったものと20代30代で好きなものって変わったりもするじゃないですか。だからなんか本当は間口を広くしといた方が、こう自分の幅も広がるっていうところはあるんじゃないかなっていう気がするんですけどね。本当そうです。でもね、その間口を広げられる認識って多分大人との関わり合いとか、先輩後輩の関わり合いとか、その逆に言うと理不尽なことを経験するからこそっていうとこすごくあるような気がするんですよ。ああ、そう、ある種の強制あ力るみたいと思う。な。でも今ってその理不尽って全排除じゃないですか。そうですね。確かだにからな。ね、僕ね、そこはね、多分ね、北田さんと僕が微妙に世代が違うんで、ちょっと多分違うのが、僕はね、理不尽にどう打ち勝つかをやっぱなんかね、考えていったかもしれそうない。で北すね。田さんは多分理不尽がもっと強かったと思うんですよね。なんとなく言い方よくないですけあ、ど。打ち勝てるレベルじゃないってことですか？とても勝てるはずがない理不尽が、多分僕らの世代は、なんとなくその理不尽さに陰りが見えてきた頃っていうか、なるほどね。僕でも理不尽さの先に楽しさがあるかどうかを見出せるかどうかなのかなっていう気はするんですよね。要は理不尽さを通り越した時に北田さんは多分いろんなものを手に入れたりとか見つけたりとかがあったから理不尽さへの感謝っていうのが多分出るんだと思うんですけど。そこをね、僕もよく会員に言うんだけれども、その会員が要するに音楽ができない状態で、自分がその学ばなきゃいけないものが山ほどあったりとか、練習しても上手くならない状態って苦しいんですよね。すごい苦しい状態で。で、僕もそれは散々経験したんだけれども、で、実際にそれ経験してて嫌だなって、もうやめたいなってめっちゃ思ってたこともあったんだけど、乗り越えちゃって、要するにすごい乗り越えた、その、上手くなった時にできることが無限に広がって、それによるリターンがすごくあったりして、そうするとまあ、要はね、めちゃくちゃ楽しくなるんですよね、その状態。いや、わかりますね。はい。そうすると、辛かったことがね、忘れちゃうんですよ。わかりますね。だからね、証拠でもなく、もう一回ね、向き合うようになってますね。そう。なんかでも今のこう何ですか、若い世代にそれを押し付けていいのかっていう葛藤も若干あるんですよね。そう。だから、なんかどっちかっていうと、その先に、まあ、要は長い暗いトンネルを抜ける作業じゃないですか、そういう創作活動とか何かを作り上げるのって。ってなった時に、こうトンネルの中を通ってる時は本当に苦しくて、いつまで続くか分かんなくて、引き返すべきかどうなのかみたいなことを考えるのを、いかにしてやっぱその先に導くのか、それをこう後ろからケツ叩いてトンネルを抜けさせるのか、まあ、先に立って先導してあげるのか、どう光いをう見せ形るみたいな。で、どういう形でトンネルを抜けて、新しい景色を見てもらうかなのかな、みたいなのは。それの多分プレゼンテーションってすごい大事だと思っていて、自分がずっと教えていて、その思ったことって、やっぱりその、餌見せないとね。あ、でもそうそうなんですでよ。すよね。おっしゃるとおりですね。だから、まあ、餌って多分、教えてる自分の生き様みたいなとこになるのかな、みたいな感じで。ああ、すごくわかります。だから要は、その、バカみたいに音楽やって、プライベートつまんなかったら、多分ね、そんなに魅力ないと思うんですよ。そうですね、それはありますだからもう、好き放題食って飲んで、好き放題な生活しているっていうのが、多分、餌になるのかなって、一時期勝手に考えてました。なんで、最後思ってるかな、それは。
そこがトンネルのどこなのかなんでしょうね。結構あともうあの光の先にあるんだなっていう風にその姿が見えるのか、めちゃくちゃトンネルの付近にいると、うん、もうなんかこう身近に餌を置かないと全然進む気にならないというかね、うん、給水ポイントとかね、補給ポイントみたいなのをどこに設定するかなんでしょうね。